さあ、それではそろそろ集計結果がまとまりましたでしょうか。はい、大丈夫なようでございますので、コンテストの方の結果発表に行きたいと思います。では審査員の先生方、恐れ入ります、ステージの方へまたお願いいたします。はい、最前列ね、厳しくチェックしてくださいました審査員の先生方ですが、これより結果発表は鈴木審査委員長から、そして表彰及び記念品の授与は、映画監督の松室さん、そしてグラフィックデザイナーの藤代さん、そしてダンスの先生の河合さんにもね、お手伝いいただければと思います。はい、それでは各賞それぞれ発表いただきたいと思います。ではまず鈴木審査委員長、前の方へお願いいたします。はい、皆さんが注目してます、一体誰を選ぶんだろう思ってるかもしれませんが、すでにお手元の方には審査の結果まとまってございます。それでは鈴木審査委員長の方から結果発表していただきましょう。それでは発表いたします。茨城を食べようダンスコンテスト、まず銅賞です。銅賞は永田トゥエルズ3。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、それではまず永田トゥエルズ3の皆さん、どうぞステージの方へお上がりください。はい、代表して4人の方、こちらの方にねおいでいただければと思います。はい、ありがとうございます。まずはどうしようと、あ、どうぞどうぞ、ごめんなさい、どうぞ真ん中真ん中、はい、はい、ということで代表して4人の方に来ていただきました。はい、まずは鈴木審査委員長からトロフィーが贈られました。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。はい、そして藤城先生の方から、賞金が渡されました。そしてこちらは常陸牛のカレーですね、常陸牛のカレー、松村映画監督から、そして河合先生の方から県産品の農産物の詰め合わせということを送りました。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとね正面の方を見て、はい、じゃあお写真ね撮っていただきましょうかね、せっかく、はい、4人並んでにっこり笑顔で、はいお願いしたいと思います。撮れましたかね。じゃあちょっとブロッコリーとか言いますかね、3、2、1、ブロッコリーにっこり笑顔取れましたでしょうかね。はい、ありがとうございました。ということで、銅賞は永田トゥエルズ3の皆さんでした。おめでとうございました。はい、ありがとうございます。頑張りましたね、永田栄町永田小学校3つ出てくれましたけれどもね、代表したチームが見事銅賞に選ばれました。おめでとうございます。どうぞ大きな拍手もう一度お送りください。おめでとうございました。残るは2チームとなりました。金賞に輝くのは一体どちらのチームでしょうか。金賞と銀賞同時に発表お願いしたいと思います。では鈴木審査委員長お願いします。はい、それでは発表いたします。茨城を食べようダンスコンテスト金賞でございます。金賞は金賞、はい、金賞を発表します。あと2チームですので、金賞か銀賞どっちかですので、金賞いきます。金賞はブルテンクルーです。ということで銀賞は、君がスターでございます。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。2チーム選ばれました。金賞は君がスターチーム、そして金賞はブルテンクルーということになりました。ではまずは銀賞を受賞した君がスターの皆さんから表彰を行いたいと思います。代表4人の方、どうぞステージの方へお越しくださいませ。よかったですね、栄光の思い出にということで今回エントリーしてくださいましたが、見事ね、銀賞ということに輝きました。はい、それでは皆さん並んでいただいて、トロフィーと賞金5万円、副賞として県産農産物や加工品の詰め合わせ、常陸牛カレーの詰め合わせが贈られます。まずは鈴木審査委員長からトロフィーが贈られます。そして賞金が藤代さんから渡されました5万円です。そして常陸牛カレー、そして美味しい農産物の詰め合わせも贈られました。ありがとうございます。はい、じゃあどうぞ正面の方向いて、はい、そうですね、せっかくだからお写真もね撮ってもらいました。はい、真ん中行ってもいいですよ、なんか。はい、どうぞどうぞ先
生お写真撮ってください。はい、大丈夫でしょうか。ブロッコリーできますか。はい、撮りましたでしょうか。ね、本当にいい笑顔でした。見事銀賞に輝きましたキリナスターの皆さんでした。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。はい、よかったですね。はい、じゃあ重いですけど気をつけてね。はい、降りてください。はい、ということでね、全校児童51人の小学校なんですけど、力を合わせて見事、銀賞受賞ということになりました。はい、そして見事金賞を勝ち取りましたのはグルテンクルーの皆さんです。それではステージの方へどうぞお願いいたします。代表して4人の皆さん、こちらの方へお願いしたいと思います。見事金賞を受賞しましたブルテンクルーの皆さんには、トロフィーとそして賞金10万円、副賞として県産農作物や加工品の詰め合わせ、常陸牛カレーの詰め合わせが贈られます。はい、それでは鈴木審査委員長からお願いいたします。まずはトロフィーが渡されました。金賞です。そして大きいお金ですよ。10万円です。おめでとうございます。そして監督からは日立牛のカレー、高級品です。美味しいですよ。はい、そして、ね、たくさん美味しいものが入っています。農作物が、ね、たくさん入っているのをもらいました。ブルテンクルーの皆さん、どうぞ真ん中の方へおいでください。はい、ということでね、せっかくなんでちょっと金賞に選ばれたのでちょっと感想を聞いてみましょうかね。はい、じゃあ代表して、はい、チームリーダーでしょうかね。はい、見事金賞を勝ち取りました。今のご気分、どんな気分でしょうか。はい、安心しました、優勝できて。だけど本番前もみんなで緊張したりとか、頑張ろうねっていう、いろんなこう感情になれたので、すごく今回参加してよかったなって思います。ありがとうございます。はい、ということでね、小学生から大人の方までね、みんなで力を合わせて頑張りました。見事金賞を勝ち取ったのはグルテンクルーの皆さんでした。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。はい、お写真の方もね、ちゃんと撮っていただきたいと思います。はい、大丈夫ですかね。じゃあみんなで3、2、1でブロッコリー見てみようか。じゃあいきますよ。3、2、1、はい、はい、撮れましたでしょうかね、笑顔の写真。はい、大丈夫でしょうか。ありがとうございます。はい、どうぞ大きな拍手をお願いいたします。はい、日立太田から、参加していただきましたブルテンクルーの皆さんでした。